藤村のスイング藤村文夫は、広島県呉市山手町出身の元プロ野球選手、コーチ、監督、解説者、評論家。日本プロ野球を代表する伝説的な強打者であり、大阪タイガースの黎明期を支え、戦前から1950年代までのプロ野球創世期を代表するスター選手。初代、ミスタータイガース。ダイナマイト打線不動の4番。 チームメイトからの愛称は、富士山。首位打者1回、本塁打、王2回、打点王5回。通常より8センチメートル近くも長い愛用の、バットは、物干しざと呼ばれ、彼の代名詞となった。藤村高尾は、実定で、大阪タイガースでは共にプレーした。四男四女の八人兄弟の七番目として生まれる。父親は、暮れ海軍交渉で行員を務め、兄も、 同交渉野球チームの花形選手だった。鶴岡和人と同学年で呉市のすぐ隣の小学校に入学し、野球を始める。また、南海ホークスのエースだった、柚木進は、家が近所で、進むの兄、柚木俊二は1934年夏の甲子園で、首相として藤村と共に優勝メンバーとなっている。藤村は尋常小学校卒業後、 高等小学校で2年学び、1931年に大成中学校に入学した。1932年、2年生で早くも AS となり、県内のライバル、鶴岡の広島商業や農人渡る、門前正人、白石勝美らのいた高陵中学を退け、春夏の甲子園に6度出場。赤石中学の楠本保、京都商業の沢村英治。 中京商業の吉田正を、県立岐阜商業の加藤春浦中東野球史に残る、名投手と名勝負を繰り広げ、甲子園の申し子と呼ばれた。藤村当板の試合では、外野スタンドで空き箱の上に立って試合を見る、最後列の観客のために、空箱屋が大繁盛するほどの人気沸騰ぶりだったという。中学3年、1933年春の甲子園では、 沢村栄治をエースに要する京都省に敗退。次回に雪辱を期すが、三度目の甲子園出場だった1933年夏の甲子園では、対戦する前に京都省が敗退。準々決勝で3連覇を狙う中京商業と対戦し、完封負けを起死した。藤村のワンマンチームと思われがちな対象中学だが、クレコ中学に、 公明変更した翌1934年夏の甲子園では、田川豊塚本博文、ホテハマーキラ、原一郎らを揃え、高い総合力で全国の競合を全く寄せ付けず、圧勝し全国制覇を果たした。決勝では藤村が熊本工業に編んだ14奪三振で完封、川上哲司も3連続三振にひねった。夏の甲子園決勝での14奪三振は、 最多記録。川上は、髭を生やし、一人だけ大人が混ざっているようだったと、10回する。藤村は、川上がいたなんて、さっぱり覚えがないと言っている。以後、川上とは、修正のライバルとなる。新区の大優勝機を手に凱旋した、クレコーチューナインを歓迎するクレ市民の熱狂ぶりは、連合艦隊入港以上のものだったという。 藤村が駅で優勝旗を掲げようとした瞬間、旗の柄が折れてしまったという逸話も残る。翌1935年の夏の甲子園では、対飯田商業戦で1試合19奪三振を記録。この記録は、1925年の夏の甲子園で、東山中の森田勇が、対北海中戦で達成した記録に並ぶものであり、二千十二年の夏の甲子園で、 神奈川、霧光学園の松勇気が、対今治西戦で1試合22奪三振で、記録を更新するまで、実に77年間もの間、夏の甲子園の1試合最多奪三振記録であった。藤村が2年生の16歳から5年生の19歳まで、4年間一人で投げ抜いて奪った三振は、甲子園で12試合通算111個である。藤村が、 クレコー中学を卒業した1936年は、職業野球連盟が結成された年であった。設立されたばかりの大阪タイガースは、甲子園最大のスター選手であった藤村を熱心に、勧誘し、前年11月11日に契約を結んで、当主として入団させた。背番号10。藤村自身及び学校側は、当初、法政大学進学の意向を固めており、 阪神に先立ち勧誘に動いた名古屋近社地軍は藤村の父と兄に誇示されていた。その後訪れた大阪タイガース主配人の中川正人が藤村の父親と兄を口説いて了解を取り付けた上で何も知らぬ藤村を呼んで犯行を渡し契約書に押させて契約を成立させた。藤村の反対にあって契約が不成立となるのを 恐れた藤村の父兄と中川の判断でこのような手段を取ったが藤村は法政大に進学できないのを残念がったという父と兄がプロ入り賛成に傾いた要因は当事職についていなかった藤村の時系をマネージャーに迎えるという条件を出したことであった学校側と藤村家の関係は険悪となり藤村は野球部の出入りを禁じられた 六大学野球前世の当時において創設されたばかりでリーグ戦も開催されていなかった職業野球はヤクザ家業と見られていて藤村のように有力な旧世中学生がプロ球団と契約入団することは人生を誤るようなものと思われていたためである。1936年2月タイガース入団のため時計と一緒にクレイ駅を出発する藤村を見送ったのは 家族とわずかな友人だけ、全国優勝の後の駅前の賑やかな出迎え風景は嘘のようだった。初めての甲子園練習の際に集まったのは、投手7人、保守3人、内野手3人の計13人。このうち左利きの松木健次郎は一塁しか守れないとあって、森重雄監督は、投手から内野候補を探そうと、藤村、影浦進む。 ミソノオ・タカオを指名して、ノックをしたが、ミソノオは打球を怖がり、即座の失格。藤村と影浦が投手と兼用することになり、藤村が二塁、影浦が三塁を守ることになった。藤村・フミ九1936年、プロ野球リーグが開幕。タイガース最初の公式戦である、第1回日本職業野球大会4月29日の、 タイ名古屋近シ地軍戦に開幕投手として登板、1安打完封勝利を挙げる。また、7月15日に山本球場で行われたタイガースにとって、初の東京巨人軍との試合では、若林正のリリーフという形で、勝利投手となり、大阪タイガースにとって、対巨人戦初の勝利投手となった。好成績を収めるかたわら、内野手不足となったチームの穴を埋めるため、 内野手としても出場し、同年周期には、投手ということもあって、規定打席に不足ながら、本類打王創設後では、日本記録となる日本類打で、初代本類打王に輝いた。1937年からは、本格的に二類手に転向し、二番打者として、チームの二連覇に貢献。しかし当時のタイガースは、影浦進、山口正信、松木兼次郎、藤井勇など、 リーグ屈指の強打者が数多く在籍していたため、藤村の立場は完全に脇役であった。1939年から1942年までは兵役のため、南方戦線に出向いていたため、出場できなかった。1943年に除隊し夏のシーズンから復帰。その年は4年半に及ぶ長い軍隊生活で、思うように体が動かず。 34試合で2割2分、本塁なーと、プロ入り以来最悪の成績に終わる。しかし、翌1944年は、戦力の落ちた阪神で主軸となり、4番打者に定着して、打点王を獲得、優勝に貢献した。この年夏のシーズンから若林忠監督の指示で、本格的に三塁手へ、コンバートされた。 戦後は福音後早々の1945年11月23日に行われた戦後初のプロ野球公式戦、明治神宮野球場の東西対抗戦に、西軍3番で先発出場。5回表に、東軍の白木義一郎から放った、センターオーバーのランニングホームランは、戦後のプロ野球初本塁だと言われている。リーグ戦が再開した1946年には、 監督を兼任。これは、高卒選手として、初のプロ野球監督就任。クリーンナップに座り、打率、323を記録する傍ら、戦後の投手不足のため投手としても登板した。試合の後半、投手が支球を連発したりすると、じっとして守れなくなり、負け試合でもサードから、ウォーミングアップも6にせずリリーフ登板した。この年、13勝2敗。 リリーフだけなら8勝0敗の成績を残している。シーズン終了後、監督は若林に交代した。1947年以降は、不動の4番打者として、史上最強と言われたダイナマイト打線を象徴する存在となった。打点王として1947年の優勝に、貢献、同年設立されたベストナインの三流種に選ばれると、 以後6年連続で同賞を受賞している。1948年からは、ゴルフのクラブからヒントを得たと言われる、通常の選手のそれよりも長い37から38インチの長尺バットを用いて、赤バットの川上哲次、青バットの大下博と共に、本類打を量産した。このバットは、物星座をと呼ばれ、藤村のトレードマークになると共に3年。 連続打点王の原動力となった。同年10月2日、対近世スターズ戦で日本プロ野球史上初のサイクル安打を記録、さらにこの年日本プロ野球初の年間100打点も記録した。1949年には187安打、46本塁打、142打点と、主要3部門のシーズン、日本記録を一度に更新するという驚異的な記録を、 残す。しかも、自身の本類打記録が本類打大創設後で、日本記録になるのは二度目である。首位打者は、小鶴誠に譲り三冠王にはなれなかったが、藤村の大活躍は、甲子園に入場できない人も出る、大盛況で、プロ野球の流星を招き、そのスポーツマンとしての功績は現在でも評価が高い。チームが6位だったにもかかわらず、MVP を獲得。 この年の藤村の大活躍は多くの大阪の人の心を掴んだ。タイガースに対する大阪人の特別な愛情はこの時生まれた。この頃から人々は藤村をミスター・タイガースと呼ぶようになり、ファンから絶大な支持を得ている。巨人に阪神というライバルがいたからこそ、プロ野球という船は波に乗った。藤村のように人生を野球にかけた男がいたから、航路に、 光が差したのである。1949年末から1950年始にかけて、球界ワニリーグ分立し、主力選手の引き抜きに揺れた。タイガースも、若林ただし、ベッドをかおる、土井垣岳等をはじめとする、主力選手が、次々と毎日オリオンズに引き抜かれたが、和ャタイガースの藤村じゃの言葉とともに、藤村はタイガースに残留して弱体化したチームを、支えた。 1950年、セントラルリーグ初年度の公式戦ポスターは、藤村の顔が描かれている。この前年に、藤村の三冠王を阻んだ小鶴が本類だ。打点の2冠を手にすると、藤村は、セリーグ最初の首位打者を獲得し、小鶴の三冠王を阻んだ。この年に記録した年間191アンダは1994年に、 一郎に破られるまで44年間日本プロ野球記録であり、2010年にマット・マートンに破られるまで60年間半身の球団記録であった。また、この年は前年の142打点を上回る自身最高となる146打点を記録したが、記述の通り小鶴がそれを上回る日本記録となる161打点を記録したため、打点王を逃した。 146打点は打点王を逃した記録としては2017年現在に至るまで最多記録である。1953年に再び本類打打点の二冠王となるなど常にタイトル争いに加わり1955年まで一戦でプレーした。1951年までは投手としても登板し通算76試合で34勝11敗。 防御率2.34の記録を残している。与儀信介が加入した1953年からは一類種がメインとなる。一類への転向を知ったライバルの川上哲次はアメリカで購入したファーストミットを藤村に送ったという。この間、1950年からは嘆き高知県民となり、1954年からは助監督を兼務した。1955年しかし、 1955年に監督就任した岸一郎は世代交代を目指して藤村一しベテラン選手より若手選手優先の起用を行った。そのため主力選手の反発を招き岸がシーズン中に更迭されると藤村が代理監督に就任、翌年からは正式な兼任監督となった。1956年には監督としての仕事を優先して レギュラーを譲ると、日本球界二人目の大打2 0点、サヨナラ満塁本塁打の快挙を達成した。この本塁打が、藤村の現役最後の本塁打であった。兼任監督時代は打てる投手の時に出場し、逆に打てない投手の時に出ないというケースがあり、それまでも数々のスタンドプレーを心よく思わない、選手もいて、打撃練習もファンを意識して、わざと遅れてやる。 数と長々やるなどの蓄積が、ナイン全体の反感を買った。また、人の良い藤村は、球団の提示する低い年俸を受け入れ、球団はこれを尺度に、他の選手の査定を行ったため、待遇に対する不満が、選手の間に生じていた。こうした状況を背景に、藤村排斥事件と呼ばれる騒動がマスコミを巻き込む、形で起きる。 二リーグ分裂以降の阪神は内紛騒動があまり表に出なかったが、この事件以降、阪神が一種のスキャンダルメーカーになっていく。スポーツ新聞もこれを助長し、裏話を求める読者へ、スキャンダル報道で答えようとした。藤村排斥事件の報道は、その先クレイだった。スポーツ新聞が急成長するきっかけをつかんだのもこの内紛劇からとされる。 この事件の影響で1956年限りで現役を引退し、1957年から監督に専任することとなった。上記の排斥運動などのイメージで監督としては無能だったという評価が定着しているが、監督4シーズンで勝率、583という成績を残している。特に1957年は、首位巨人と1.0ゲーム差、による、 主力選手の離脱がなければ優勝できたとも言われた。1956年の代理監督就任直後には20試合で15勝5敗という成績を収めており、阪神タイガース昭和の歩みはこれに関して、勝負感という点では人一,一倍優れたものを持っていた、と記している。1957年11月、優勝争いをした後にもかかわらず、球団代表の戸沢和孝から、 田中義雄への監督交代と、大打要員としての現役選手への復帰を告げられる。まだ契約期間中だったため、藤村は契約満了の11月末までは、発表を控えることと、現役復帰はキャンプで体調を見てから決めたいという、要望を出したが、戸沢がそれを突っぱねて、世間体が悪ければ、肩書きをつけようと発言した。これについて、藤村は、頭に来たと後に述べている。 結局、藤村の意向は無視される形で発表された。この不可解とも言える監督交代について、南一万万は前年の排斥事件のペナルティではないかという見解を示している。1958年に現役復帰したが、先発は1試合のみ7番ファーストで途中交代。結局十六打数三安打、シングルヒットが三本の打率一割一部五輪で、 生涯打率3割を保つため11月末に引退を表明し、ついにタイガースから完全に離れた。1950年の毎日への主力選手遺跡の折に出てったもんと残ったもんとどっちが勝つかはっきりさせようじゃないかと語り、日本シリーズに出場することが悲願であったが、その夢は果たされることなくユニホームを脱いだ。 日本シリーズに出られなかったことは後年まで悔いとして残り、1984年のインタビューではリーグ分裂の際に毎日に行った仲間がその年の日本シリーズに出たことを羨む気持ちが強かった。長い野球生活でこれだけ経験できなかったことが情けなかったと述べている。引退の記者会見は甲子園球場の食堂で行われ、かつてのスター選手としては寂しい舞台であった。 しかし、翌1959年3月2日、甲子園球場で藤村文夫引退試合が開催された。これは日本球界で初の引退試合だった。大阪タイガース決勝時から藤村がつけ続けた背番号10は球団初の永久決番となっている。引退後は読売テレビ初代解説者を務めるが、読売テレビは放送を始める前に、 電波管理局からチャンネル10を割り当てられたため、たくさんのお客さんに見てもらいたいと、背番号10のミスタータイガースである藤村にお願いしたのがきっかけである。初解説は2月28日に行われた近鉄巨人のオープン戦で、初放送の前夜に、藤村はクレコ中学時代の国語と歴史の教科書を引っ張り出して朗読し、マイクに向かう練習をした。 藤村の初放送となった、近鉄、巨人戦は、近鉄の監督に就任した元巨人の千葉茂の監督就任披露を兼ねた引退試合でもあった。1963年には、浜崎真嗣監督に壊れて、国鉄スワローズ一軍打撃コーチを務め、徳武貞助らを育てた。国鉄対談後は、水原茂監督に壊れて、 東映フライヤーズで一軍打撃コーチ二軍監督を務め就任した時には猛ぞろいの東映選手も恐ろしい人が来ると戦々恐々であったが旅館でビールでもどうですかと言ったらビールはいらんそれよりアんパンクレと言って周囲を驚かせ大杉カツオの入団を流すなどの成果を上げた東映二軍監督時代には巨人の星とそれを原作として制作 放映された巨人の星2として登場。星ヒューマの救出の軽さを見抜いてみせ、その試合のスコアブックを見せられた星一鉄を震え上がらせる場面がある。藤村は阪神以外の球団でコーチに就任した理由についてコーチとしてでもいいから選手権試合を体験したいという思いからだったと後年語っている。東映対談後は藤村藩という社長の経営する 水道工事の会社に勤務する傍ら、1969年には近畿放送解説者、大阪スポーツ評論家を務めた。野球界からは完全に離れたが、このことについて、藤村自身は野球だけしかできない人間と思われたくないから、野球界から完全に離れたと言っていた。 修正のライバルであった川上や鶴岡が指導者としても大きな名声を得たのと比べると寂しい引退後であり、藤村の同僚であった田宮健次郎は巨人と違って OB を大事にしないのも半身の悪しき伝統。藤村さんあたりが球場に顔を出しても皆知らんぷりだったよと発言している。引退後の藤村は口が重い怒りっぽい。 報くれると、種物を扱うように関係者、新聞記者たちからも嫌われ、評論活動もうまくいかなかったが、この時代の選手には珍しく、トークがうまかったとも言われる。1977年に俳優として、テレビ時代劇、新、必殺死を人の元締め、虎役で、レギュラー出演し、中村モンド、念仏の鉄つらえ途中の全死を機認を束ねる、闇の殺し屋組織。 虎の貝元締めという役柄で、特に虎の貝の起き手を破った、下道仕置き人を物干し座を一振りで仕置きするシーンには、現役時代のフィルムがカットインするなどの演出も盛り込まれた。同ドラマの最終回では殺される役柄であったが、同じ役で1982年の必殺スペシャルにも出演し、1979年にはその後の仁義、亡き戦いにも出演。 野球では1974年に野球殿堂入りを果たし、完全にタイガースとも縁が切れたわけではなく、1977年オフには、球団が藤村を総監督に据える構想を描き、藤村は、後藤次男への監督要請前に承諾したが、1966年の総監督、藤本貞義、監督、杉下茂という二等政治の失敗を目の当たりに、 していることは、それなら引き受けられないと反発した。長田睦夫球団社長は藤村について、現場には一切口を出さない。私的な相談役と無報酬、非常勤の球団社長付けアドバイザーで落ち着いた。1984年のインタビューではタイガースから、顧問として、幾百ばかのお金をいただいていると述べ、1985年のタイガース優勝時には、 大阪スポーツ専属評論家として、日刊スポーツに優勝コメントを寄せた。同年には、甲子園を訪問した際に、川藤構造に対し、テレビで見たが、お前ベンチで偉そうにしているな。それでいい。タイガースの歴史を作ってきたのは大学でのスターじゃない。お前ら補欠の人間だ。だからそのまま、偉そうにしておけと激励した話が伝えられ、川藤は、この、 藤村の訓示を直立不動で聞いたという。1988年以降は病院や介護施設で闘病生活を送っていたが、1988年に村山が監督になると甲子園のネット裏に藤村シートを作るなど、阪神との関係もひとまず戻ったと言われている。1992年5月28日、 兵庫県神戸市中央区の新興記念病院で糖尿病による腎不全のため75歳で死去。死去時、甲子園球場には半旗が掲げられてミスタータイガースを追悼した。藤村が選手引退時に申定された西宮市の家は1995年の阪神大震災により修復不可能となって現在はさらちになっている。震災後、未亡人は 仮設住宅に長く暮らした。また入団時の契約金で建て直した、クレの実家も2001年の芸用地震で倒壊した。闘志を剥き出しにするタイプで、アシュラの藤村とも表現され、赤鬼のような顔で、審判の判定にも文句をつけた。1948年10月3日の大巨人戦で、 逆転サヨナラのランナーとして本類に突入し、保守、竹宮俊明に体当たりして、根を浸透させたプレーは、保守への体当たり第一号と言われる。それまでは、保守が先にミットを構えたら走者は止まって、アウトになっていた。一方、見かけによらず器用な選手であった。大井博介は、著書、タイガース史の中で、藤村を体制させたのは、試合度胸や負けじ魂に、 その器用さであると記し、松木健二郎も指導したり接した選手の中で、勝負強さと器用さにかけては、この藤村が第一人者だと思うと記している。打撃だけではなく、強権を生かした、華麗な三塁守備でも知られた。藤村は、メジャーリーグの三塁守備によく見られる、三塁戦の打球の捨て取りを、スタンドまで掴む音が聞こえるような猛ゴロであっても、平然とやってのけ、 竹子人藤村とも言われた。その器用さと強権で、守備位置が深く、守備範囲が広かった。三塁手以外のポジションを守っても平均以上の守備を見せ、捕手以外の全ポジションを経験した。特に、投手、二塁手、右翼手、三塁手、一塁手では、一シーズン以上にわたり、レギュラーを務めた。投手の時には、 股の間から二類走者を伺うチンム類な牽制で笑わせたり、実際に股の間から一類へ牽制球を投げた。こうした見せる野球、ショーマンシップに目覚めたのは、東京ブギウギの笠木静子のレビューを見てからとも言うが、お客さんを喜ばそうと、試合前の練習から曲芸のような補給や打ち方をやってみせた。 試合が公式戦でも紅白戦のようなオープン戦であろうとも手を抜くことはなく、土井がキラーと内野のボール回しを途中からボールを使わず、いかにも続けているかのように見せる、シャドープレイで観客を沸かせたり、本塁打を打って両手を振ってダイヤモンド一周をしたり、砂煙を上げる猛烈スライディングをわざとしたり、内角の厳しいところを疲れるとお行にひっくり返ったりした。 娯楽に飢えていたファンは、藤村のこうしたプレーを堪能した。左足の怪我のため大打出場となった試合で、本塁打を放った時には、片足でダイヤモンドを一周した。こうした、藤村のプレースタイルは、よく言えば、ショーマンシップ、一歩誤れば、スタンドプレーと、今で言えば、大論争が巻き起こった。当初は2番を打つなど、打撃面では脇役だった藤村が、 ホームランバッターになった理由は、戦中、戦後に、地方遠征などで試合前に、余興で行われた、ホームラン競争が、きっかけと当時の複数の選手が指摘している。戦力の落ちたチームで4番を打っていた藤村は、ベッドを薫るの後声がかかり、ホームラン競争をやっているうちにコツを覚えたという。石本周一や松木兼次郎、金田正康は、当時の藤村について、 チャンスで打席に回ると、波の選手は萎縮する中、藤村は、嬉しそうに打席に入ると述べている。杉下茂は、藤村は、内角低めのシュートが弱点で、そこに投げておけば大丈夫だったと証言している。ただ、藤村はそうした投球が来るとしばしば、いかにも狙い球を見逃したかのように悔しがるジェスチャーを、見せ、外角球に的を絞っていると見せかけ、 もう一球内閣に投げると、待ってましたとばかり、左翼へ引っ張り、レフトスタンドに持っていく。相手を惑わすような言動を取るという意味でも使われる、ことわざ、三味線を引くをプロ野球で使われるようになったのは、藤村が最初と言われる。杉下は、そうした駆け引きにも、藤村はたけていたと述べている。1948年、成り物入りで入団してきた。 慶応義塾大学出身の別当に競争心を燃やしたとよく言われる。藤村が新聞記者の質問を不愛想に応答する傍らで、別当は英語交じりで丁寧にインタビューに応じ、監督の若林と肩を並べて、ことさら大リーグの戦術について議論を戦わせたりした。藤村は寝がりきで大まかなため、別当が自分とは水と油の人間であると意識した。 別当は新人ながら公式戦でも打ちまくり、6月まで打撃3部門で全球団のトップに立ち、別当時代来たる、と新聞にもてはやされたが、6月下旬に盗塁で2塁に滑り込み骨折。ネクストバッターズサークルでそれを見ていた藤村は、別当のスパイクが嫌な角度で横向いた瞬間、やった。と、嬉しそうに叫んだ。藤村が、物干しざを使うようになった理由は、 長打力を持つ別当への対抗心からだという説も存在する。別当との関係について、阪神の球団紙阪神タイガース昭和の歩みにはと、証言入りで紹介されている。南一万万は、新トラデンの中で、藤村が共に酒を飲まない別当を、よく一緒に食事に誘っていたという奥井聖一の、証言や、別当が打てばイライラして打ち損じたといったことは、 なかったという同意書き武氏の証言を紹介している。ただ、1949年のシーズンに別頭と本塁打を争ったことについて、藤村は同じチームとして、ライバルとしてタイトルを争うのはあんまり良くない。別頭は先に打つのではっきりとした競争意識というものがあったと、後年語っている。タイガースの公式戦。 第一戦に開幕投手として1安打完封勝利を挙げた藤村は第三戦も先発指導点から延長でセンター平松俊夫の失策によりサヨナラ負け。タイガースの勝利敗戦とも第一号となった。1948年に日本で最初のサイクル安打を記録。この時は内野安打と通常の単打を含む5安打の猛打であった。 1950年に2回目を記録、これは2リング制でも第1号であったが、1991年に松永博美が記録するまでは、唯一の一人で2度の記録の持ち主でもあった。ただ、当時はサイクルアンダという概念が日本には紹介されておらず、藤村は全く意識せずに記録を樹立した。このため、1965年に、 これを記録した阪急のダリル・スペンサーが話題にして初めて過去の記録が見直され、藤村が日本で最初に記録していたことが判明するまでは隠れた記録であった。同じ1948年12月2日に中日球場の落としとして開催された東西対抗戦でレフトスタンド上段に中日球場第1号本塁打を放つ。1949年、 当時のプロ野球新記録となる46本塁打を放ったが、それまでの記録は1948年、青田昇、川上哲二の25本であり、一気に21本更新したことになる。俗に、当て馬と呼ばれる先発メンバーの偵察要員を初めて使ったのは、阪神でプロ野球初の偵察作戦を考案したのは、藤村である。 現在公式戦においては予告先発制度が導入されていることから、偵察メンバーが用いられることはなくなったが、相手チームの先発投手が左腕か右腕か、わからない時などに、スターティングオーダーの一つの守備位置にその試合で起用する予定のない自軍の投手をダミーとして起用し、相手投手が分かった際に別の野手と交代させる作戦が、それまではあった。 1950年4月22日、熊本の水前寺で行われた、対中日ドラゴンズ戦では、中日の先発が、左腕の清水秀岡、右腕の服部トリか迷ったため、助監督兼内野手だった藤村が、それじゃ、トップに千馬を入れておきましょうと、松木健二郎監督に助言し、これを受け、松木がメンバー表の一番に、左翼手、星葉和夫と書いて提出した。 1951年には、チ記録を残している。この年10月7日の対応戦で初めて、4番、投手、藤村文雄が実現し甲子園のファンはどよめえた。チーム順位が確定していたことからできた、ファンサービスで、松木監督の息の采配であったが、藤村は先発して4回までしか投げていないのに、勝利投手になった。公式記録員は、 名記録員と言われた、広瀬健造で、なぜルール上はのつく勝利をつけてしまったのか、これは広瀬が、投手で4番の藤村に敬意を払って、あえて勝利投手としたと言われている。後に、この記録を整理した、山内育児が、原初通りの勝ち投手とするというただしが気をつけた。1953年には4月28日と29日に2試合連続して、 満塁本塁打を記録した。2010年現在、プロ野球では藤村を含めて6人が記録しているが、藤村はその第1号である。また、藤村の満塁本塁打は通算7本であるが、そのうちの1、3をこの2日で放ったことになる。1956年6月24日の対、広島カープ戦で、カープのエース、 長谷川良平に0から1で迎え込まれた9回裏に、四万塁から三塁ベースコーチに立っていた、選手兼任監督、藤村は、わしが代打やと球審に告げて打席に入ると、左翼に、豪快な代打逆転サヨナラ万塁本塁打を叩き込み試合を決めた。この逸話は、代打足として有名である。これが、藤村生涯最後のホームランであった。 大阪タイガース創設と同時に入団したため半身の背番号10は藤村しか着用したことがない。1選手しかつけなかった背番号は全英級欠番の中でも唯一の事例となっている。上記のように投手を炉にする性格のため審判などとのトラブルがしばしばあったが、その中で球界や球団まで巻き込む騒動となった以下の事件がある。赤バットの川上哲次。 青バットの大下博士に対抗して、長尺バットの物干し座を使ったが、藤村曰く色を塗るだけなら誰でもできる。自分は他人の真似のできないバットを使おうと考えたという。ゴルフのドライバーをヒントに運動具店に長尺バットを作らせた。このバットを振り切るため、バーベル代わりに漬け物石を持ち上げて腕力を鍛え、夫人の兄弟をストライクゾーンに見立てて、 バットを振った。藤村は、これならボール球もホームランにできるわいと北総円だという。バットはアンモニアで乾燥させるといいというので、いつも自宅の便所に10本近くぶら下げていた。また、藤村自身の後年の証言では、先の方に穴を開けてやや軽くなるようにしたという。プロ野球史上初めて、本類な40本声を果たした1949年には、 ボールが止まって見えたとか、縫い目が見えたとか言われるが、あの時は、そういうものじゃなかった。レフトスタンドがすぐそこに見えたと語った。ミスター・タイガースとしては、他に、村山み田淵孝一、掛布正幸がそう呼ばれている。しかし、藤村を別格と見て、ミスター・タイガースに、初代も二代目も三代目も存在しない、藤村文夫だけが、ミスター・タイガースとするファンもいる。 野球関係の書物に、同時期活躍した、小山正明、吉田義雄、奥井聖一ら同僚選手、青田昇らライバル選手やマスコミ関係者から、同様の意見が多く聞かれる。青田は、ミスタータイガースは、あのおっさんしかおらへん。あの二リーク分裂で、おっさんまで半身を出ていったら、今の半身はないし、今のプロ野球もないぞ。プロ野球が、ここまで伸びたんは、 東の川上、大下、西では藤村が頑張ったから何や。村山、田淵、掛布が、ミスタータイガースなどと言われたが、とてもとても藤村のおっさんには及ばんよ。ミスタータイガースは、藤村のおっさんだけ、とにかく、半身と戦って、巨人の選手が九人がかりで、あのおっさんを潰しに行かんとあかんかったと話している。川上哲次も、侍でした。一人で頑張っていた。 藤村さんも、打球団に言っとったら、半身は潰れていたと思うと話している。また、入団時に藤村の用具係を務めた吉田義雄は、いろんなメインで、ミスター・ Mr. タイガースは、藤村さんだけやと私は、今も思っていますと述べている。安藤元は、ガキの頃に見た藤村さんの顔は、ユニフォームの袖にあった虎の絵にそっくりだったと語っており、 球団創設からあった虎のエンブレムのイラストに、いかつい藤村の顔が重なったという。小山正明は、当時西の藤村、東の川上てな、言われ方をしとったけど、川上さんでも、藤村さんみたいな人間的魅力で、お客さんを呼んだわけやなかった。あとの長島が、華麗なスーパースターなら、藤村さんは、野生味あふれるスーパースター。野球人としての次元が、 まるで違ってた。終戦直後の荒廃した日本に現れ、明るい光をともした功績を、我々は忘れてはならん。あんな人は二度と出てこんやろうと話している。藤村の葬儀で、当時の OB 会長、タミヤ・次郎は、チームの大黒柱で、憧れの存在でした。先輩は、プロ野球の歴史そのものです。引き継がれていくもう小魂はこれからも消えることは、 ありませんと長字を読んだ。また、星野に日が、阪神ファンなのは、藤村のファンになったのがきっかけであるという。阪神球団社長の南心男は、阪神が、今こうしてあるのは、藤村文夫さんのおかげと、どの OB の方に聞いても、そう話される。ミスタータイガースといえば、やっぱり藤村さんと話している。2010年3月14日に、 阪神タイガー,アース歴史館をリニューアルしてオープンした甲子園歴史館では永久欠番である藤村、村山実、吉田吉尾の3人に対しては特に手厚く残した功績を伝える内容にしたとリニューアル発表時に報道された。1939年1月、招集を受け距離の陸軍広島第五師団不評を第11、連隊に23歳で入営。 連帯法要員となる。幹部候補生の試験のうち、将校になれる、講師試験には合格できなかった。藤村は、最終的に軍曹となったため、可視官になる条件の移し試験には合格したのではないかと南一万万は推測している。二等兵として3ヶ月の訓練を受けて3月に、上等兵となると、最前線に動員されて、国内外を移動した。 最初は4月に中国の沈汰に派遣され、中国大陸で作戦に参加。ついで仏院、さらに河南へと移る。河南では谷に転落、左大体部に重傷を追いやせん病院に入院する。切断が必要と言われたが、手術で切断は免れた。入院中に五町に昇進。1939年9月にはノモンハン事件への出撃が命じられるが、 行く途中で停戦になり、日本に戻る。その後、東京でマレー半島上陸作戦の訓練を受けた。この後、マレー作戦に参加。1941年クアラルンプール近郊のジャングルでの戦闘では、英国軍に資金弾を浴びた。戦友の肉片が顔中にかかったが、これもしのぎ、シンガポールの戦いでは、最前線で英国軍の砲火にさらされながら、 電話線をかける作業をした。放火を避けるためヘッドスライディングの連続だった。藤村は、砲弾の直撃を受けて死んだ戦友の左腕をナイフで切り落として三角巾で巻いて首から吊るし、後に、それを遺骨にして遺族に送っている。1942年2月14日の戦闘では、英国軍の白旗を最初に発見したといい。 英国降伏の第一報を山下智之らの司令部に送ったのは、ワシアと誇っていたという。シンガポール陥落の後、輸送船で、ジャワ島からニューギニアに向かう途中、バンダ海で潜水艦に撃沈される事態に遭遇した。この時は、負荷がたくさんいる海を半日泳いで助かった。戦後、この話を家族にマッチ箱とタバコを使ってよく話していたと夫人は証言している。 1943年2月2日、安本島にたどり着いた藤村に、内地機関の命令が下る。安本島からスラバヤまで、いつ撃沈されるかわからない、輸送船の上で数日間眠れない夜を過ごし、その後スラバヤシンガポール下関のルートを、計半年がかりで、無事帰還。すぐ除隊になり暮れの実家に帰った時には27歳だった。 すでにこの時点で4年半を兵役に費やした。同年夏に復帰した時には、適正後の規制によりチーム名は半身となっていた。多くのチームメイトは戦地に取られ、ライバル巨人の沢村英二も戦地で無数の手榴弾を投げさせられた扱いにより方を壊して往年の休員はなかった。軍隊生活の影響で藤村も制裁を書き、 影浦と一二塁を組んだが、一二塁間狙え、藤村狙え、と厳しい矢字が飛ばされた。打撃も振るわずに終わる。しかし、翌1944年春には打棒が戻り、3割一部五輪で、打率5位、打点25で、打点王を獲得。秋のシーズンは、選区悪化のため中止となったため、夏のシーズンが戦前最後のシーズンとなり、阪神が、 プロ野球最後の勝率8割台で優勝を飾った。1945年1月1日から5日まで開催されたオープン戦、正月野球大会に出場。この大会は戦前最後のプロ野球と呼ばれている。この五神戸大空襲で破壊された電車の復旧工事をしている時、広島の連隊に再招集された。ここで本土決戦に備え残酷掘りなどに従事。 同年4月、連隊は福岡県オリオに移動。今度は山の中で軍用犬の教育をしていた。このため8月6日の広島の原爆投下には合わなかった。ただ、当時、藤村は広島の原爆で死んだという噂もあったという。敗戦後は、クレの実家に帰っていたが、新中軍の雑役に借り出され、人間魚雷、回転の解体作業をやっていた。 11月、球団から、すぐ帰るの電報が届き、再び野球をやれる喜びで、体が震えたという。すでに30歳となっていた。当時は30歳を過ぎると、ロートルと見られていた。結局プロ野球選手として一番油の乗り切った、ほぼ7年間を兵役と戦時中の混乱に取られた、格好になった。酒には滅法弱く、甘党であったため、 アンパンと炭酸飲料が好物であった。松木健次郎は現役時代についていつもサイダーばかり飲んでいたと記している。南一万万は糖尿病のおかげで死期を早めたと記す一方、松木は選手生命を長く保たせた原因でもあるとしている。新トラデには藤村の夫人が遺骨の前に好物だったというオロナミン C を備えている写真が掲載されている。 家族思いで、小盆悩でもあった。子供たちを叱ることも少なかったという。また、趣味は、映画と釣りだと言っている。特に母者が好きで、映画館でよく泣いていたという。病院嫌いであり、糖尿病が分かった時には、かなりひどい状態であった。甲子園のスター選手であったが、弟、高尾、長男、哲也、次男、正美、そして、哲也の子、和ずと健。 正美の子、コウの孫三人が相次いで甲子園に出場し、話題となった。広島、兵庫、三重の三県四校にまたがる、全く他に類を見ない、親子三代の兄弟出場となった。なお、最初の妻を1946年8月に失い、同年オフに、当時の戸賀市高一球団代表の紹介による、見合いで再婚した。 披露宴は1946年11月に、松戸市にあった旅館で開かれ、鈴木隆二が名コードを務めている。哲也、正美は、この再婚した妻との間の子息である。5歳は2006年に88歳で亡くなった。長島茂雄は、藤村に憧れて三類種になったと公言している。吉田義雄は、著書、阪神タイガースの中で、 あの方のプレーは面白かったんです。他の選手たちが真面目に野球をやっている中で、藤村さんのプレーには何とかしてファンを楽しませようという心配りがありましたという長島の言葉を紹介しており、ポジション以前にプレイスタイルに憧れたことが伺える。戦後、関西では藤村のオーバーアクションのパフォーマンスが特に喜ばれていたという。ただ、 関東では、スタンドプレーが鼻につくという批判もあった。また、大貞田春がまだ日本足だ方で、打撃不振だったおり、監督の川上哲次は、最大の欠点であった、体重移動の悪さが原因とみて、打撃フォーム改造を荒川白コーチに頼んだ際に、藤村の打撃フォームからヒントを得たという。川上によれば、藤村のフォームは一本足だ方の変形で、 王にもっと玉を呼び込んで、打つよう指導したという。水島真二は、阪神ファンだった、少年時代、とりわけ藤村のファンであったと語っている。野球漫画、男のアホー甲子園の主人公の名前が、藤村文夫から取った、藤村甲子園である。インタビューでは、野球漫画を描くときもね、よく、藤村をキャラクター作りに利用してますよ。まず、ドカベンの岩木正美でしょう。 それから、野球教の歌では、岩田哲五郎ですね、と答えている。また、阿部さんこと、影浦康岳は、名前を、影浦進む、物星座を、藤村、連載開始時の大きな構えは、土井正宏と、三人の合打者を組み合わせて作ったものに、長渕洋蔵の主語エピソードを加えたもので、藤村も二度だけ作中に登場した。ルーキー時代の阿部さんに、 物干しザオを使い始めるきっかけを与え、またこれは偶然ではあるが、二代目物干しザオの阿部さんが、作中で三冠王を獲得したのを見届けてから、翌年に他界している。ありがとうございます。